こんにちは、ストーンさんお疲れ様です動画の方をありがとうございましたお忙しい中ねいろいろと手を尽くしてくださってるのかなと思います私もね最大限ストーンさんのスクールの募集に、まあ、駆け足になるようなね情報発信を今週はしてるわけですけどもいや,やっぱりねこう株に馴染みのない方にどう振り向いていただくかってことなんですよね全てはそこなんですよ株にもともと興味がある人っていうのを探すのは まあそっちの方が簡単なような気がしますけども、まあ実際にね、ほとんどの人は身近なはずの株に気がついていないんですよ。うん。それを私がね、表現するとしたら、何か商品を買えば、その買った商品を作ってる会社の株価が上がるよと。それからどっかで働けば、その業績が上がるんで、その会社の株価が上がるよと。でもその株価の恩恵を買った時も働く時も私たちは受けていませんよねと。それは全く関係ない。たまたま 株株主ととなっっっててそののを買っている人のところに行っちゃうんですよ。だから内部留保がバブルを超えたと言っても私たちの暮らしは楽にならないんじゃないですかだからお金が貯まるところに私たちは出かけていかないといけないとそれが株式市場じゃないですかってことをねいろいろとお話しする中でそうは言ってもね株の売買って難しいよねっていうふうな先入観はいきなり拭えないんでいやいや売買なんてしなくても持ってるだけで。 おいしい話はあるんですよってことで株主優待ってものを一つ出してみましたまあ株っていうのは配当もありますからねもう、まあ、二重三重に美味しいわけですよね、まあ、その中でね私思うんですけどもストーンさんのあストーンさんじゃなくてねトータス石井さんのあータートル株スクール、うんまあ、このタイトルも本当にこれでいいのかどうかっていうちょっとね私も戸惑うところがあるんですけどもまあでもとりあえずこれで走っていきましょうえっ、ー、とね その株スクールに入ったら、プレゼントで株を最初からあげたらどうかなと思うんですよ。ね。そのために証券講座を作りましょう。っていうことだと思うんですよ。というのがね、私あの、カメラ転売スクールっていうのをやってたんですけども、第1期生ってカメラ転売スクールに入っても、何が売れるかわかんないから、どれだけやってもね、買わないんですよ、カメラカメラを買わない以上、出品用の画像も撮れないし、出品用の文章も書けないし、 そそもそも出品メルカリとかアマゾンにしないわけですよねだからずっと講義だけ受けて終わっちゃうんですよこれはいかんなと思いましたねですんで第2期生は最初っから売れると思える私がチョイスしたカメラをボディとレンズその他付属品込みでプレゼントしますよっていうふうにやってカメラ転売スクールの募集をしたんですよ最初は29万8000で募集したんですけども第2期生は35万で募集しましたその代わりり最初かかららカメラありますから ままずは出品すするところからやりましょうってやってたんですよそうするとその時 KISS のね X2 とか X3 みたいなのをプレゼントしたんですけどもまあカメラ転売する第2期生に入った人はカメラを買うんじゃなくて売るところからスタートなんですよねで売って、まあ、売れますわ5万とか6万で,で売れたら売れた金額の入金があるんでその入金を持って同じカメラを同じセットで揃えてまた それを売るってことができたわけなんですよねだからそういうふうにね最初からもう得点としてカメラ転売スクールの場合はつけちゃいますよってやるとあの買うのが難しいんですよね入手するのが難しいんですよ売るのは簡単なんですよ多分株も持っていればその得点の恩恵が受けれるんでリアリティがあるけれども株スクールに入ってもいろいろ講義を受けながらね実際に自分で株を 売買というよりも買わない状態だったらやっぱり興味は薄れていくんじゃないかなと思うんですよ昔ライブドアって会社がありまして株式の一万分割ってやりましたよねあの目的っていうのはそもそも庶民に手の届かない株券っていうのをもうね一株500円とか1000円で買えるようにしようっていうことで分割したんですよで分割するとどうなるかっていうと購入者が増えるから株価上がりますよねってことなんですよだから本当に買いやすい金額に こう小分けしてあげたんですよねそういう風にしてあそこで株式市場の常識が変わって株ってのをね安くすることによってたくさんの人の手に届くようになる国民の一人一人が株式を少額でも持つようになれば全体としての株価の押し上げになるってことだったんですよねそれが不当に値段をつり上げたそのなんかその法の目をかいくぐったやり方だみたいな報道されてるんですよねそうかと思いますよね 洋服の青山だってねあのスーツをか1万着単位で買うから安く購入できてそしてそれを1着ずつ売るから安く消費者さんにお届けできるんですよねだから仕入れでもうなんかあれですよねザクッと買うからなんですよねうんなんですかねバルクっていうんですかね仕入れをあの数千数万という単位でバルクで買うから安くなるとまとめ買いするからねだからそれがだから 大手企業のやり方ですよでも小さい会社は束で買っても置いておく倉庫がないし販売力がないんで一、うん、つあたりのタンクは安くできるんだけどもでも売りさばけないから結局、うん、在庫維持費で赤字が出ちゃうだから少ししか仕入れられないっていうそういうふうなジレンマがありますよね。まあ、ぐだぐだと話しましたけども何が言いたいかっていうと一つのアイディアとしてね。うん得点 最初から株をプレゼントするんで講座を作るところから頑張ってくださいっていう風にアナウンスしたらどうかなっていう風に思ったんですけどねその他にもさまざまアイデアはねお伝えできますけども、うん、今日はそんなところでございます、はい、またねみっちりお話できればと思うんですけどもね岡井理子さんなんてすごいでしょ、うん、あれはもうほんとコンサルの賜物ですからねあのただコツコツ地道にやってればお客さんがたくさんついたってことじゃなくて うん、やっぱりねこうやり方があるんですよじっくりとしたやり方が。うん、別に私も出し惜しむつもりはないんですけども、うん、やっぱね学びたいと思わなければこういくら私がお話してもねこれはやっておこうかなとかね思わないしそもそも自分であこういう角度で発信しようってなかなか思いつかないところがあります、ねうんで多分もう,もうやる気には燃えてると思いますけども、うん、これからもなんかね 孫さんの、まあ一つのつ事業ですからね小さなバーチャルな会社を経営してるって形なんですよ。だから毎月毎月予算を決めてどのくらいの生徒さんを抱えたいのかとかねで実際に自分の利益はどのくらい狙ってるのかで生徒さんをどのくらい育てていきたいのかとかねさまざ、あ、ま裏舞台っていうのを組み立てていかなきゃいけないのかなっていうところありますね。えー、それでねあのたまに お話しますけどもリファイトクラブってねあ,のありますけどもキックボクシングジムの、うんまあ、ここは生徒さんねなかなか増えないんですよねそういう意味で言うとあのトータス石井さんのカブスクーも同じ悩みを持ってるんじゃないかなとただこのねリファイトクラブに関しましては別にあれですよねストーンさんとやってるようにズーム対談とかしてないんですよただ動画更新してるだけなんで 動画更新して今4か月目に入りましたけどもチャンネル登録が200人ぐらいになりましたんでこれは今年中に1000人突破すると思いますよ、うん、でやっぱねキックボクシングファンという限られた人ですけどももう本当リピートして見てるんですよだから再生数あのもう1000を超えてるのもありますし今1000を超えてないのも1000を超えるでしょうねもう全てあの同じ人がずっと横並びで見ていくっていうことになりますんで まあ、追い上げてくるこのリファイトクラブがあの株スクールを追い上げてくるんではなかろうかという,うところで私も見てますけど、まあ、あの別に競争ではないんですけどもまあけどねあのやっぱり自分のビジネスを手に入れるっていうことでしたら、まあ、同じなんでねあのやることは違いでも私は2つともこの関わってますんでで岡江理子さんの「ここなら」はもうね私の手を離れたかなと思って。 いいいと思いますんでまたねコンサルの方申し込みがありましたけどもあの岡江理子さんからね、うん、今のところはコンサルもういいんだけども、うん、あのこのまま続けたら十分じゃないですかっていうことでお話ししますね、うん、まあでもいいですねストーンさんもこのゴールデンウィークを機会に大きく飛躍することを願っておりますで飛躍しようと思ったらいろいろと仕込まないといけないですからね仕込んでいきましょうじゃあお疲れ様です